ございます。おはようございます。どうしよう。今日は密着取材ということで。ちょっと。今日分かった。待って、ちょっと待って。今日分かったな。だけどもうどうし、びっくりするがほんまに。いやバレたかなと思ったけど。バレんよ。よろしくお願いします。どんだけ頑張ってるかっていう。焦ったわ。ほんま今死ぬかと思った。まあ、ローディーみたいな感じかなり緩い。だいぶ緩いな。緩いね。お前ちゃんどっから上がったん？たぶん向こうだと思うよ。たぶん一番。あ、頑張る。見とがると思わんかった。どうやって、どうやって上がる？ちっちゃ。今日のメンバー、ながちでーす。今日のメンバー、まえちゃんでーす。はい、アコギとピアノの、もう一人サックスが置いてるかもしれない。あ、お疲れ様です。改めまして、あ、今日カメラやるんですか？いや、練習です。あ、練習、これから今日3時15分から歌うカナです。よろしくお願いします。ちょっとまだ時間ありますけども、今日スタッフのみほちゃんです。そう感じてくれるんですか？ありがとうございます。みほです。ですけど奥の方聞こえますか？聞こえてますか？今日はよろしくお願いします。あとでそっちの方まで行くのでよかったら撮影させてください。今日スピチューブぜひともね、 YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。たくさん戻ってきました。この前ね、あの日向坂カフェで、あ、そうやね、お世話になったんで、ありがとうございました。無事終了しました。無事ね、グダグダの中で、終わったんですけど、まあ2ステージ目はまあグダグダないように。そうですね、いや全然グダグダじゃなかったです。頑張ろうと思いますんで楽しんでいただけたらと思います。もちもちポテトとキューキューボール、台湾スイーツ。キューキューボールってめっちゃ美味しいよ。もらって、そのボールにそれこそ1等だったら星が1個。あ、そういうで、はい、で、はあはあ、それこそ3等だったら星が3個っていうので引いたので、50円だらけ、いけるかな。これ星あるの？4等です。あ、金色とかでも可愛いよ。これじゃろ。これにします。結構楽しみ。どれからいく？可愛いやつ。これが可愛い。ラメ入ってるやつが大体持って帰らない。どれが可愛いってすげーなっちゃう。めっちゃ真剣や。タイ超無言だって今。めっちゃ探しとったら可愛いの。可愛いの、めっちゃ探しとったら絶対うんこ。このピンクのうんこ可愛いのと思ったんよな。取れるかな。大人だから結局うんこいくね。確かに。うんち重いか。まず恐竜から取る。卵もあるよ。どうなんだ。上手。高さになったピンクのうんこ。刺さる。刺さるかも。おい。これいくわ。取れた。取れた。取れた。これもうとどめの一滴。そう。まだここでいけるな。直して12、14、16、18、寒いねみたい、うん、イエーイ。何個だったっけ？18。え、卵あげようかな。袋いいですか？袋もらう？いる？いらん？乾くじゃろ。めっちゃかけます。
ハム。はい、すいません。ちょっと見て見て見て。これ下回りますよ、まだ。これはレタースチーズ肉サンデー。それでお願いします。これ、はい、これ月最終日曜日に3泊1ってやって、うん、朝9時から3時まで。どこでどこで？駅前にパティオっていうハッピータウンとかある。日曜最終日曜日の朝9時から3時まで、よかったら小島で、はい、いっぱい40店舗ぐらいで、はい、すごい、いただきます、いただきます、うん、うまい、かっこいい、うまい。じゃあ次はそぼろご飯、豚汁とセットのね。そう、これ豚汁とセットで700円なんや、安いよな。めっちゃご飯しっかり入ってるし。じゃあいただきまーす。一口まあまあ決めていくな。思ったより優しい味のそぼろご飯になってます、これ。漬物がいい感じに効いてて、すごい美味しい。合う、漬物と合うかも。私が飲みたかった豚汁をいただきたいと思います。やっぱ豚汁だよな、今の季節は。どう考えても、どう考えても、ちくわ、うまい。うまいよ、これは。せーの。今日下まで肉入ってる。本当に。厚みがすごい。すごいな。すごいよ。すごいよ。うんうんうん。で、ビーフもなんかめっちゃ焼かれたんじゃなくて、ちょっと生っぽいっていうか、ローストビーフ。いやいや、そんな緊張感もなく、そうそうそう、なんかライブハウスとかでやるのとか、またちょっと岡山市内でやるライブとはちょっと違った感じで、なんかこう小島の地元の感じがすごい出た、いい雰囲気のイベントになっています。なんじゃこりゃ、入れんかった、書くわ。え、待って、やばい。出すって感じ。本当に盛り上がる素敵な一歩二歩を進んでくれたフォークマルシェなんですけども、最後のステージはですね、なんといろんな楽器、たくさんのカナちゃんのブレーメン隊でございます。はい、素敵な、ね、生の演奏たくさん、皆さん楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。そしてなんとも、素敵な歌声もですね、要注目でございます。ということで皆さん大きな拍手でお迎えしてやってください。カナちゃんです、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。 ありがとうございます。ちょっと寒くなってきたんですけども、はい、ゆっくり聞いていただけたら嬉しいです。ちょっと寒いんでね、はい、無理しない程度に聞いてください。はい、じゃあサポートメンバーお呼びしたいと思います。キーボードの長野さん、バイキスという名前で個人で活動してて、長地です。ですで、サックス、マサさん。
マサチでいいですか？マサチ、ナガチ、マサチ、マエチです。じゃあ、ボーカルをね、マエチと私で一緒にやろうと思っていますので聞いてください。カエデ。はい、ありがとうございます。カエデという曲でした。まあちょっと夕方にもなってきたのでのんびりと行きたいと思うんですけど。さあということでラストの出演者でございました。かなちゃんでした。もう一度拍手お願いします。さあということで、藤間の新しいイベントトークマルシェ、どうですか、出演者が終わったということですね。寒かった、あとちょっと店の方が出てるんですかね。寒すぎて震えたわ。はい、4時まで店舗の方があります。最後僕も回ろうと思いますので、よかったらね、皆さんも一緒に回ってですね、最後のマルシェに会えるところを探して、最後の最後まで楽しんで最後一言ということを思っております。それでは、ここまでのナビゲーションは吉永匠海がお送りしました。またお会いしましょう。ありがとうございました。しているんですけども、またね、あの大きいライブもあるんで、よかったらなんかライブハウスの方に遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいなと思います。まあ、あのこういう映画イベントもなんか無料のやつがあるんで、よかったら皆さん、私の SNS でインスタグラム、かなぺこじゃない方のインスタグラムで見ていただいたら分かると思いますので、あのこのここをフォローしてください。はい、ツイッターもあるんでよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね、皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。もうね、動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。